ラチッタデッラは、チッタグループが運営する神奈川県川崎市川崎区小川町にある2002年にオープンした複合商業施設である。12スクリーンの映画館チネチッタと、各種店舗を要するマッチョーレ店舗のみが入居するビバーチェ、ライブホールのクラブチッタ、フットサルコートのアレーナチッタなどで構成され、ショップ、レストランが多数出店している。ウェディング施設も存在する。 デザインコンセプトは、イタリアのヒルタウンをイメージしたものであり、福岡、キャナルシティ、博多や東京、塩止めのデザインも担当した、アメリカの JP 社がデザインを担当した。ラッチッタデンラが完成する前は、アスレチッタ、チネチッタ、クラブチッタなどが、当地に存在していた。アスレチッタは2002年の改築で閉鎖、それ以外も移転リニューアルが行われた。改築計画は、 当初3期を予定していた。第1期がマッジョーレとクラブチッタの建設、移転、第2期がビバーチェの建設、第3期が店舗を有する高層マンションの建設となっており、六本木ヒルズやラゾーナ川崎プラザのような商業施設と居住区が同居または近隣に併設する大規模な複合施設を計画していた。しかし、2014年現在も、 第2期までで計画が止まっており、第3期は着工されず、アレーナチッタとして利用されている。だほか、ありがとうございます。